はい、どうもこんにちは。フィギュア大好きトイカンです。すみません、最近眠くて仕方ないトイカンです。でですね、今回はですね、ワンフェスが終わっても一月くらい経つのでね、あれからまた新作フィギュアの予約がね、あちらこちらで開始されていますので、僕がねトイカンが気になるフィギュアをチェックしていきたいと思います。まずはアルターから予約開始がされましたマギアレコードのイスズレン。僕はねゲームやってないんで窓マギのメンバーしか知らないんですけれどもね、この子も全く知らないんですが、白髪のロリッコはなんかねクールでいいですね。ちょっとね巫女っぽい衣装を着てるんだけど、その衣装からね覗くこう太ももとかがねいい感じなんだよね。あの白い肌がねそそるんだよね、こういうのってね。しかもこれ片足だけニーハイ履いてるというね、素晴らしい造形なんだよね。ただし驚きなのがその価格、税別で 1万8000円とかなり高額です。なんですかねこれ。しかもねこれスケールはね8分の1だからね。うん、でもねこれそんなにね作らないような気がするんで、欲しい人はねこれ高いけどね、やっぱりね予約して買っておいた方がいいかもですね。でこちら発売は来年の6月の予定です。そして同じくアルターからは島村うずきの弾けてサマーの再販が決まったのと、同じくアイマスの高藤加子の予約も開始されました。この子は強運の才女ということらしいんですけれども、なかなかねこれグラマーな体型の持ち主ですね。衣装はねこれもなんか巫女っぽい、なんだろう、アラビアンっぽくもあるような、ブルーがね鮮やかな美しくてねセクシーな衣装を着ています。顔もね可愛いしね、これPの方にとってはねこれとても嬉しいフィギュア化ではないでしょうか。スケールは7分の1で価格は税抜きで 15,800円と、こちらはまあ妥当な金額かな。まあそれでもね高いとは思うけど、ただね可愛いんで許します。こちらは来年の7月の発売予定です。そして今度はグッスマ、グッドスマイルカンパニーから、こちらは角川から予約開始されましたデートアライブの時咲くるみアデ姿バージョン。これは原作版ということなんだけど、まあねこれアニメ版との違いがねよくわからない、まあいつものね可愛いくるみなんだよね。衣装もこうオイランっぽい着物に胸がはだけていつものセクシーなくるみ。最近はもうねこういった着物のフィギュアもね珍しくはなくなってきたよね。花柄のプリントも綺麗だし、これなんかね正月飾りとかに良さそうと思ったら、左手にはこれエマを持ってるんだね。もうねくるみのフィギュアもこれからいっぱい出るんだけど、まあこれもね欲しいよね。僕もねこれちょっと買いそうかな。価格は税別で 17,500円、スケールは7分の1で発売は来年の2月の予定。デートアライブのフィギュアは結構売り切れるのも早いんでね、欲しい人は予約必須だと思います。予約先のリンクはねまた下に貼っておきますね。そして個人的に楽しみなのがマジックモールドの10兵装型女子高生6、これもすでに予約開始されてます。マジックモールドさんというとバイオニック女子高生が記憶に新しいところなんですが、今度はより複雑な造形になった女子高生のフィギュア化です。価格が税別で 19,800円と結構ねお高いんですが、僕はねこれはすでに予約しました。ミリメートルモデリングさんの原型なんでね、個人的にすごい楽しみです。フィギュア好きの方にもねこちらはおすすめだと思います。発売は来年の3月の予定です。それとグッスマといえばねネンドロイドなんですが、このスバのダックネスの再販が決まったのと、なんとアクアに関してはこれ今回がね再販です。すごいね。それとねゾンビランドサガの源さくらもついにネンドロイド化となりました。しかもねこちらはゾンビ顔がついてきます。しかも2種類も。まあでもこっちがね素顔だからね。でおそらくこれねメンバー全員出ると思うんで、確実にこの子はねプレネになるでしょうから、欲しい人はねこれもね予約が必須です。まあ買い逃してもね再販はあるだろうけどね。
そして次はね、ホビージャパンからついにキャスターのエレナ・ブラバツキーの予約が開始されました。いやこれね、個人的にめちゃくちゃ楽しみにしてたんですが、それと同時に気になっていたのが価格。こちら通常版が税込みで 19,800 円で、限定版というのもありまして、限定版の方が2000円高くなって 21,800 円と。まあ高いね。予想より高かったな。ただね、付属品がね、なかなかいろいろと、著書のシークレットドクトリンやオルコット大佐の児童人形なんかも付属するんでね、まあそこら辺でちょっと高くなったのかなと。で、限定版は何が違うのかというと、台座が違うらしい。あのイベントで展示されてたあの円盤みたいなやつね、あのでかいやつ、あれがね、つくらしいです。あれでも飾りづらそうだよね。まあでもね、僕は限定版買うけどね。ちなみにね、限定版にも通常の台座はつくそうです。まあとりあえずね、限定版買っとけって話だよね。こちらは来年の6月から7月の発送予定です。で、同じくホビージャパンからはデスボールの桑水光香が予約開始されました。これイベントでね、デコマス見た時に、いや綺麗でいいフィギュアだなと思ったやつです。あのね、塗装が綺麗なんだよね。なんでもこの光沢のあるボディスーツにはラメ入りの塗装が施されているそうです。スケールは7分の1で、販売価格は税込みで 17,600 円。なんでもね、このデスボールは今後も続々とフィギュア化されるようなんでね、気になる方はデスボールのサイトもチェックしてみてください。リンク貼っときますね。そしてフェネックスさんからは、例のゾンビランドサガから源桜、水野愛、今野純子の3人がフィギュア化です。スケールはね、全部7分の1で、販売価格は各々税抜きで 13,800 円とお高いんですが、なんと3人セットで購入すると若干の割引が入って 39,800 円で、さらに深川かすみさんの直筆サイン入り複製イラスト色紙がついてくるぞと。あの直筆サインの複製イラストだからね。まあもともとね、3人買う人にとっては嬉しいよね。で、他のメンバーも出るのかはまだ未定。どうなんだろうね、微妙なところかな。まあでもフェネックスだから、そこは出すのかな。あとね、ちなみにフェネックスさんもホビージャパンさんも基本これ完全受注販売なので、欲しい人は必ず予約受付期間中に予約して買ってください。リンクはね、貼っておきますね。で、フェネックスさんからは、例のレムのオイランド王中も予約受付中です。これはね、いつものレムとはだいぶ衣装も違ってるんだけど、でもね、これはね、売れるよ。最近あの着物フィギュアにもちょっと飽きてきたかなって思ってたんだけど、これはいいよね。あのオイランらしさが十二分に出てるもん。さらにペテルギウスのお面もついてくるからね。これで価格が税抜きで 18,900 円だから、まあ高いけど、でもね、やっぱりフェネックスさんは価格頑張ってるような感じするよね。で、こちらは予約受付が9月19日までなので、欲しい人は早めに予約した方が良さそうです。フェニックスはね、今のところあの復活受給とかやらないのでね、再販もやらないので、欲しい人はね、必ず予約しましょう。あとフェニックスさんではおなじみ、初音ミクのマジカル未来2019、こちらもね、予約開始されております。スケールは7分の1で、販売価格は税抜きで 15,800 円。こちらもね、マジカル未来ということで、カラフルなミクさんになってます。こちらは予約受付が10月31日までと、まだね、結構ありますので、欲しい人はね、じっくり検討してみてはいかがでしょうか。まあマジカル未来に行ってから、でね、楽しんでから考えるのもいいかもです。まあ行ったらね、欲しくなるだろうけどね。ということで、すみません、今回はここまでとさせていただきます。結構他にも気になるフィギュアがいっぱいあるんですけど、それはね、また後日紹介いたします。ではでは、また次もフィギュアレビューでお会いしましょう。またねー。